どうも、無印マニア無常です。今回はパッと見はねすごい地味であんまり目立たないのに実はね結構有能なんですっていうアイテムを紹介していきたいと思います。ぜひお買い物の参考にしてみてください。それでは早速いってみましょう。無常にお任せ。貴金属磨き199円。こちらですね、アクセサリーや時計などの貴金属製品のお手入れに便利なクロスで、超微粒子の研磨剤とツヤ出しワックスが含まれているので汚れや小さな傷が取れツヤが出るという、そんなクロスになっております。これはですね SNS でも結構バズったりしててすごいピカピカになるんですよ。こういうねフェルトみたいな布なんですよ。でこういうブレスレットとかですね、まあこういう時計とかでもめちゃくちゃピカピカになります。指輪とかピアスとかね、貴金属系のもの、まあ、こう手垢とか皮脂とかですねつきますので、はい、ピカピカなりました。それからこういう時計ですね、時計もやっぱり汗だったりとか皮脂だったりとかがつきますから、はい、こちらピカピカなったの分かりますでしょうか。めちゃくちゃピカピカになります。一瞬でねピカピカになりますんで気持ちいい、すんごい気持ちいい、ピカピカなるから。こちら公式ホームページの方でも星が 4.5、 変色して黒ずんだシルバーがピカピカになりました。あんまり綺麗になるので楽しくなって磨きまくりました。すごい。ブレスレットがくすんでたので試しに買ってみたらピカピカになったので買ってよかった。永遠に磨きそうになりますが磨きすぎも良くないので注意です。この貴金属磨きで我が家の水垢たっぷりの台所の蛇口を磨いたところ、あっという間に水垢が消えてピカピカになりました。それも想定以上のピカピカ具合で大満足。台所だけでなくお風呂場や洗面台などありとあらゆる蛇口に使用しています。ということで使ってみた方はピッカピカになり具合に皆さん驚かれるっていうね、そんな貴金属磨きですので、ちょっとね小さくて目立たないですけど、ぜひねこれは持っておいていいアイテムだと思いますので、まだ使ったことないよっていう方はぜひ使ってみてください。マスキングテープ99円。こちら何の変哲もない無印に売ってるマスキングテープなんですけど、これがですねいい仕事しよるんですよ。めちゃくちゃ優秀。これ何が優秀かっていうと、1センチごとにミシン目が入っているので、例えば3センチとかね、1、2、3、4、5センチのところでピッとやれば、ほら見てください、ハサミを使っていないのにこんなにまっすぐね破けてくれます。これ便利よね。マスキングテープって手で切ったら絶対なんかこういびつに切れてしまいますから、定規もハサミもなくピッと切れると。しかもですねこれ水性ペンでもこんな感じで文字を書くことができてにじみにくいんですよね。これはそういう素材にして水性ペンでも書けるような工夫がされているマスキングテープとなっております。でこれがですね公式ホームページの方でも星が 4.7、高評価が並んでおります。フリマアプリで大活躍しています。梱包時に使っています。何回もリピートしている。落ち着いたオフホワイトが気に入っています。作り置き日を書いてペタ、お肉を買った日を書いてペタ。お値段も安いので何度もリピしています。100均のものより剥がれにくいとのレビューを拝見して購入しました。確かに丈夫そうで嬉しいです。ああ、なるほど。なんかこう生地感っていうか、この質と粘着感で結構ね確かにしっかり貼り付いてくれる。でも綺麗にスッと剥がれるっていうね、まあ、梱包とかよくしますとかね、なんか気軽にパッとラベル的に貼りたいですっていう人はぜひこのマスキングテープチェックしてみてください。軽く切れるハサミ390円。こちら一見ね何の変哲もないハサミに見えるんですが、実はこれ工夫がされてありまして、この刃がですね分かりますかね、カーブしてるんですよ。なのですごく軽い力で切れやすい。テープってねこう切るとここにねペタってくっついて取れないみたいなことがあるんですけど、カーブしてることで、まあ、全然くっつかないってことはないですけど、スッとねテープもすごく切りやすい。これねちょっと動画では伝わりにくいとは思うんですけど、すごいね切った時に軽い力でさーっと切れるんですよ。でこうやってテープもねくっつきにくいので、普通のハサミと比べてみるとね、軽い力だったりテープの切りやすさっていうのは多分ね使ってみるとすごく実感できると思います。うちもね家ではこのハサミを愛用して結構使ってますね。2本か3本ぐらいあると思います。で公式ホームページの方でも星が 4.3 と高評価が並んでおります。お噂通りとても軽やかでスルッとした切れ味、デザインも無駄のないシンプル。このハサミは本当に切れやすい、しかもコンパクトだし本当に切れ味がいいので十分重宝しております。小学生の子供の工作用に購入、ペン立てに入れていてもごちゃつかずいいですね。切り心地もいいとのことです。ということでお子さんのね図工とか小学校用のハサミとしてもいいと思いますので、ぜひですねひっそりと佇んでおりますが痒いところに手が届く、そんなハサミです。爪ヤスリ250円。
こちらの爪ヤスリ、これソフトタイプなんですけど、これうちではですね、子どもたちの爪を切った後に切ったところを滑らかにするのにすごく重宝している爪ヤスリです。でハードタイプもあるんですけど、このソフトの方はね、優しくつるっと感を出せますので、これ表面をね磨くのも全然 OK というか、表面用なのかな、これは。もちろんこの切った爪のね跡を丸くするのもすごくいいんですけど、このソフトの当たり心地がすごく柔らかでね、いいんですよ。特に子供たちのね爪を切った後なんかは。でこれ2本入っています。でこれハサミで切れますので、ちょっとね持ち運び用にはもうカットしてしまって携帯用のポーチとかに入れておけば、これ外出先でもね爪がなんか鳴った時にですね、こうヤスリで整えたりすることもできるという、そんな使い方もねできます。公式ホームページの方でも星が 4.1 ということでね、高評価が並んでおります。お手入れしているとピカピカして気分が上がります。医療機関に勤めているのでネイルは自然な感じでいいですね。爪の凹凸が程よく削ることができる。薬局のものなどいろいろ試したが一番使えてコスパがいい。爪を切った後欠かせません。二枚爪になりやすい人、ぜひ爪を切った切り口がスルスルで滑らかになります。ということで結構ね愛用されている方が多い、そんな爪ヤスリですので、ソフトタイプね、よかったらぜひチェックしてみてください。ゴミ袋20リットル用15枚入り99円。こちら僕の動画ではね、もうめちゃくちゃいいですよと何度も紹介しているゴミ袋です。植物由来のバイオマスプラスチックを約 50% 配合した地球環境にすごくいいエコなアイテムとなっております。でこちらね特徴が2つありまして、底がですね自立しやすいように丸底仕様になっておりますので、ゴミを入れた状態でも非常に自立しやすい。この丸底になっているおかげでゴミが入った状態でも自立するんですね。これ非常に便利です。それからこんな感じでロール式になっているので、このままゴミ袋にセットして、ゴミが溜まって交換するときは、こんな感じでね、ミシン目をピッとちぎれば、次のゴミ袋をそのままセットできるという。もうゴミ箱の中にストック置いとけるので、収納場所がいらないというね。そういった工夫がされているゴミ袋です。地球環境にも良くて収納場所も取らなくて、しかもゴミ袋も自立して使いやすいってね、もうこれです。もうずっとリピート買いしてます僕も。これねサイズがいろいろあったりしますので、ぜひねご自身の、ゴミ箱のサイズに合わせて買ってみてください。公式ホームページの方でもですね星が 4.5 とかなり高評価で、キャンプ用に購入、見た目も良くコンパクトに収納できるので重宝しています。とても丈夫、そう丈夫なのよ。ストック場所取らないことが一番いい。リピ買いしました。これずっと販売し続けてほしい。とても使いやすいです。100均のと全然違います。厚さもあり破れにくい気がします。家のストックほとんど100均がなくなり次第こちらへシフト予定です。ということで100均のよりもねいいっていう声もすごくありますので、まだ使ったことないという方はですね、ぜひこれを使ってみてください。非常に便利です。これ肉まん450円。こちら冷凍食品が売っている店舗で売ってるですね、この小さめのサイズの肉まん、小さい肉まんがですね10個入っております。ほんのり甘みのある生地で豚肉の旨味と玉ねぎの甘さを生かした具材を包みました。気軽に食べられる小さめサイズです。ということでこの肉まんがですね小さいんですけどめちゃくちゃ美味しい。小腹が空いた時なんかぴったりです。夜食とかね、それから、まあ、うちなんかは子供もすごく大好きなんですけど、551の豚まんなんかは結構大きいので、お子さんはね一人で全部食べきれないっていうのがあると思うんですけど、これだったらもう2個とか3個とかね自分の食べたい量をね調整できますから、これねめちゃくちゃ子供にも大人気。生地もねふわふわで美味しいんですよ。電子レンジしたらもうすぐ食べれます。今ねチンをしてきました。ちょっと切ってみたいと思います。熱っ。あちゃちゃちゃ。はい、こんな感じでザ・ミニ肉まんいただきます。うん、美味しい。この結構ね餡の味も濃い味なんですよね。すごい満足感のある味です。でこのまた生地がねすごいふわふわ、ほんまに美味しい。でこちら公式ホームページの方でも星が4ということで、2ヶ月前パパが買ってきたのに子供が美味しすぎて全て食べちゃった。その後全く入荷なくやっとまた購入できた。欠品せずに入荷してほしいという思いで星4つにしました。大きさが朝ごはんやおやつにちょうどいい。冷凍庫に切らさずストックしたいです。そうなのよ、ほんまそう。癖のない味わいの具にしっとり生地、先日気がついたら一気に一袋食べてしまった。めっちゃ食べるやん。満足しかなかった。そうね、本当にこうお腹空いてたらパクパクいっちゃうね。願わくば通常の肉まんのサイズもあったらいいと思う。あまり期待しないで買ってみたら中の肉あんも生地も美味しかったです。リピートします。ということでですね、公式ホームページの方でもかなりの高評価が並んでおりますので、これねたまにこう売り切れて手に入らない時もあるんですけど、まあ、冷凍食品扱ってるお店で、まあ、在庫があった時はラッキーなんで2個ぐらいね買っといちゃっていいんじゃないでしょうか。クレンジング綿棒190円。
こちらコットン 100% の綿棒の先端部分にクレンジングを含ませたというアイテムですね。ポイントメイク直しに便利、携帯に便利で衛生的な個包装ですということで、10本入りで190円となっております。あと50本入りで899円のものも販売されています。これですね、わかりますかね。こっちはちょっとこう尖った、先端が尖った形で、反対側はまあ、通常の綿棒のように丸くなっている形になって、左右でね、形が違うというのが便利だという声が多いです。僕も眉毛をね、整えたりするのに、ちょっとこう、足りない部分ね、描いたりする時とかあるんですけど、ちょっとこう、はみ出たなーっていう時とかは、これでね、チュチュチュってこうやって取ったりとか、ポイントメイク直しにね、すごく使えるということで、かなり評価も高いですね。公式ホームページの方でも星が 4.4。SNS でおすすめに上がっていたので購入。両側の先端が違う形をしているので、用途別に使用できるのがいい。ポイントで修正できるので愛用しています。コンパクトなため旅行にもちょっとした出先にも持ち運べるので便利です。片方がとんがっているため目のへこみにも使えてとてもいい。一本一本が個包装になっているのがとても助かります。アイメイクのお直しにとても重宝しています。必ずポーチに入っている品、ずっとリピートしていますということでね、気に入っている方が非常に多いクレンジング綿棒、これもですね、こういう袋に入って販売されてますので、ちょっと目立ちにくいですけど、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、あまり目立たないけどめちゃくちゃ有能なアイテムを紹介してきました。気になったものがあった方はぜひチェックしてみてください。このチャンネルは無印マニアの僕が様々な無印良品のアイテムをレビューしていくチャンネルですので、無印好きな方は見逃さないようにぜひチャンネル登録していってください。それから公式 LINE やインスタ、TikTok の方もやっておりますので、よかったら概要欄の方チェックしてみてください。また無印好きによる無印好きのためのコミュニティ、無印好きが集まる会というね、メンバーシップもやっておりますので、よかったらそちらのコミュニティの詳細も概要欄の方からチェックしてみてください。また自社アパレルブランドマビーも立ち上げて今準備中ですので、ぜひそちらも楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無事用にお任せ。